インポートの待ちに待ったフリースのブルゾンのご紹介です。トリコ・デラメールというブランドになります。はい、はい、特徴はこの目の詰まったフリース素材。厚めでいいよね。そうですね、肉厚なんですけれどもとても軽くて、うん、はい、かなり保温性も高いです。高いです、高いです、はい、で裏地は総裏地です、はいはい、つるっとしててね、はい、袖裏までしっかりと裏地がついています。はい、アームホールも広いですね。そうですね、広いです。いっぱい中着てもいいし、1枚とかでもあったかいからね。かなり保温性あるので中はそんなに厚着しなくて も全然 OK だよね。はい、で私が着ているのが S サイズになります。はい、はい、待ってください。はい、後ろ下がりだね。斜めの後ろ下がり。はい、はい、はい、かわいいです、かわいいです。もう絶対日本にはなかなか見られないシルエットで、このバイカラーがいいね。はい、おお、上までしっかり上がるので、はい、首元も温かい。これは冬の雪山でも行けちゃう。はい、あ、キャンプいいね。はい、下からも、これがいいんだよね。はい、ワンピースやスカートにも合わせて可愛く着ていただけます。はい、はい、インポート、イギリスで作られてるインポートのアイテムなんだよね。はい、はい、シルエットはワイド、シルなんかワイド、身幅がワイドだから、男の方でも OK でね、ちょっとだけ画像を差し込んでみようかな。私さっき動画を、はい、撮らせていただいてるので画像を差し込ませていただきます。うん、はい、かわいい、かわいい、はい、うん、かわいいよね。可愛いです。先ほどもお客様がワンピースでも着られてて、それも可愛かったですね。あ、ちなみに中着てるの今日なんだ。中はですね、はい、キッズブランド。おー、これ大好き、デニムダンガリー。これ可愛いよね。赤です。はい、色もいいし、ミルクティーでピンクブラウンの、あ、そう、ピンクブラウンって名前なの。パンツは、はあ、今年はね、リラックスの感じがね。はい、はあ、かわいいです。の素材もかわいい、ね、手洗いできる生地なので、はい、暖かくてお手入れも楽ちんです。はい、はい、